涙ほどりほどり街雪は飾り人で紛れた街でさえも咲きても花散るとも眩しい雪月か誰やお前は。この店のオーナーの秋山という者です。宗者さんは。俺は真島組の南っちゅうもんや。真島組？それってカムロ町ヒルズ建設に絡んでる東上会の大幹部の？そうや。あの真島組やね。お、ちょっと待ったらいい。この曲、俺のお箱やな。よっしゃ、行くでおい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 、ああ、お前ら声出せや。って、あれあらら何やっとんじゃ悪い。いや、送信ボタンを押したつもりだったんですが、押し間違っちゃったみたいで。申し訳ない、暗かったもんで、つい。暗かったからつい押し間違えた？兄ちゃん、その話ほんまやな。そうか、なら、ま、いいわ。南さんでしたっけ？あ、もや。南さんのご用件は何なんでしょうか？おお、それやそれ。この店にリリって女がおるって聞いてな。なんや、えらいべっぴんさんらしいやないか。そんでちょっと指名したらなあかん思てな。リリですか。申し訳ありませんが、彼女は本日をもって店を退店しました。え？なやと？そら困るわ。彼女に何かご用ですか？そう、俺も親父からその女連れてこい言われただけやからな。親父？親父って、真島さんにですか？そういうことや。せやから、リリって女の居場所、教えてもらえないか？お客様、申し訳ありませんが、キャストのプライベートを教えるわけにはいかないんですよ。そういったご用件でしたら、お引き取りください。ああ？何やと？私はね、一度自分の店で働いたキャストを、理由もなく売るような真似はできないんですよ。なんや、かっこいいこと言うとるやないか。ええ、私は常にかっこいいオーナーでありたいんですよ。おもろい兄ちゃんやな。じゃあけど、こっちも遊びやない。ヤクザが何もせんとタダで帰るわけがないやろ。金ですか？んなもんちゃうわ。ちゃんとあんたの口からその兄ちゃんの居場所聞き出さんごとには帰られへんねや。どうしてもお帰りいただけないようでしたら、実力行使ということになりますので、よろしいですか？ほんと、いい度胸しとるやんね。ほんならこっちも力ずくでも教えてもらうで。頭痛い。
しぶといね。さすが真島組だ。くそ、また負けるわけにはいかんのじゃ。やめや。お前の歌は宴会の時だけで十分や。親父？まさかあの真島組長。この音痴から聞いとるかもしれんが、リリッチ女を探しとる。ここにおるんやないのか？彼女はもうここにはいませんよ。どこに行ったかも知りません。そっか、遅かったっちゅうことか。リリに一体何の用です？リリは柴田組に追われていた。まさか真島さん、あんたもそのことに関係しているんですか？そうなんか、柴田組が。教えてください、真島さん。リリは一体何者なんですか？なぜあんたたちに追われなきゃならないんですか？あいつは、安子ちゃんは俺が守らなあかんねや。安子、それがリリの本名ですか？なんであなたが守る必要があるんですか？それが俺の償いやからや。25年前のあの日のな。償い？